いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。ラリークロス 2.0 のまだあったラリークロス、うん、やろう。さあ次どんなコースだろう。あ、そういえばね、エンジンがねもう1レベル上がったの。うん、いいね。行くよ。あ、リペアしよう。結構やっぱ修理お金かかるね。で、ファイナルラウンドかな。どんなコースだっけこれ。わー、カタルニャ違うか。違うわ。サーキットで、あ、ちょっと待って、コース見よう、コース見よう。スタートどこ？こっから左折れて始まって、まっすぐ行って、右コーナーの、あー、1回か2回走った記憶があるな。あ、やっぱカタルニャだ。うん。綺麗な場所だね。綺麗な場所。うん、ちょっとプラクティスさせて。ジョーカーラップ。わかった。最初の左コーナーでなんか感覚狂わされちゃうんだよね。あ、結構きついんだ。ここの左コーナーが長い。あ、結構長い。次どっち？これ。あ、こっちか。で、ここが左がノットジョーカーだね。で、ここがジョーカー。あ、もっと勢いよく行きたいな、これはな。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あのね。あのね。あの1個前のコースにセッティングが合わせてあるので、すごいオーバーステアにしてあるね、確かね。ちょっと無理あのね、1個前のコースにセッティングが合わせてあるので、すごくオーバーステアです。なので走りづらいですね。ディフ、ね、ディファレンシャル、ディファレンシャルまだいいんだな。ダンプもいいんだな。スプリングだ。これがね、ちょっとフロント下がりをまずやめて、で、アンチロールバー前を相当柔らかくしてあったのをちょっと戻します。これでだいぶ違うはず。あー、ちょ、怖い怖い。ここ急だね、結構ね。あー、ここも、じゃあ調子乗れないな、これ。あはは、難しいわ。もうちょっと走らせて。ジャンプの後結構きつくブレーキ踏まないと。きつい割には結構中途半端な、ま、なんていうのかな、間があるね、このコーナーね。こんな感じか。ここもっとスピード落とさないとダメだね、最初のコーナーね。うわ、ここもだ。
あのオーバーステアをサイドで消すっていう荒技で今これ以上なんか今のタイミングで走っても何の発見もなさそうだ。どうしよっかな。何が不安？一旦いいかな。コーナーのね、ロングコーナー、アスファルトのロングコーナーで結構怖い。外側に荷重が入りきっちゃってる気がするんだよね。なので前後ともにちょっと硬くしましょうか。ね、今ほぼ一緒でしょ。 110.4 と 109.7 だから 110.4 だ、120、126だから15ぐらい上げよう。だから15ぐらい上げてたよね。だから24っていうのがあればちょうどいい。こんなもんかね。ちょっと硬くさせていただきました。アスファルト多めながらね。さあ走ってみよう。どうなるどうなる。さあ、間もなくだな。インベタ怖えな。勝負だ。インベ、あ、綺麗だなこれ。眩しいね。そしてインベタ怖いな。スタートうまくいってもいかなくても怖いぞこれ。気をつけようね。あー、遅れた。完璧遅れた。そういう押し方やめて。もう何にもできないよ、怖くて。ちょっとちょっと君たち、いやーちょっと君たち、あーもうガラス割れちゃったじゃん。あー、なんか足ブルブルいってる。ブルブル、タイヤ取れそうだな。あー、もうステアリングに対する反応が遅い。鈍い。ダンパーかな。順位を上げるにはもう4秒以上必要だ。4秒は無理だろ。前の車についていくんだ。そりゃ頑張ってプッシュはするけどさ。ちょっと待って、変な反応。まあそれはあんだけやっちゃえばね、多分サスペンションおかしいんだろうな、ダンパーな。あー、これは僕のミスだ。やっぱ第一コーナー肝だったな。難しいな。フロントが全然仕事しなくなっちゃった。まあ甘んじよう。この結果を受け止めよう。慣れては来たからね。アウトからゆっくりインに入るようなイメージで。
ついてこられないような苦戦している。あー悔しい。まあでも4位、まあいいやいいや、うん。あっこまでぐちゃぐちゃになってよく4位ですんだよね。あー悔しいな。まあ4位が下から2番って言った方がいいのか。悔しいな、悔しいな。これ頑張ろう、落ち着いて頑張るしかないよ。まず直そう。ごめんね、ボロボロにしちゃった車。セッティング、うん、でも高速コーナー、まあでも、もうダメージ入ってたからね、正当な評価はできません。なので、とにかく走る。それだけだ。またインベダが、いや、挟まれてるな。ね、流れに任せたいんだよ、ミオ。だけど、そこら中にいるからさ、無理なんだよね。どうだ、抜けたか。よし抜けた、よし先にジョーカー行っちゃおう。もわあみんな出てきた。怖いよみんな。ブロックが上手なんですよこのゲームはね。まあ無理して抜かない、ここはね。あ、またやった。ああ見えなかったっていうのは言い訳だよな。もう1秒あれば順位も確保できるぞ。はい、前の車にプレッシャーをつけろ。うわあ、ジョーカーの出口近くは注意しろ。他の車が寄せてこようとしているぞ。なんとか3位だ。頑張ろう頑張ろう。また変なバイブレーション出てんな。そりゃそうだよ。ちくしょう、メカニックに申し訳ない。分かった。オーケー、完璧だ。ジョーカーから出てくる車には注意しろよ。うん、あのノットジョーカーコーナーがすごく苦手だな。頑張れ、ラストラップ。いるぞ、外側いるぞ、怖いぞ。頑張れ、落ち着いて。後方キャップさん。よし、あーなんとか勝った、なんとか勝った。いやー面白い、難しい。よし、あ今10位か。頑張ろう。セッティングは悪くない、うん、結果ね。僕の走らせ方と他の車とこうなんて交差するタイミングが悪いね。まあ、全部僕のせいなんだよね。結局はね。よし、なんとか直してくれた。いくぞクオリファイ3。
夕日が綺麗でさ、見とれちゃうんだよって結構ね。次はどこ？アウト？アウトいっぱいだね。もう最初のコーナーは捨てようね。押し出す気満々だもんな。ちょっとどっち向いてんのか分かんなかった今。うわー、どっちどっち、今どっち、僕どどこどこ、僕、あ、ちょ、それダメそれダメそれダメ、危ない。ちょっと無理やりノットジョーカーに連れてこられた。早い、みんなこれ無理かもしんない。信じよう、信じて頑張ろう。頑張ってるけどさ、早いんだよあの人たちも。追いつけないな。言ってることは。あー、くそ、あー悔しいね。あのゴタゴタさえなければだよな。どんなです、今の僕のスタンディングは。クリファイ4は出れるよね多分ね。ファイナルに出れるかどうか、10代に入ればだからギリギリセミファイナルぐらい出れるか。ああ、引き続き頑張っていきましょう。はい、それじゃあ今夜はこの辺で、大型犬がお送りしました。みんなまたね。バイバイ。